ジャイアンツ戦で後楽園球場8回に安木の代打として出ましてセンター前ヒットを打っています藤浪。ツーアウトランナーセカンドです。4対0とジャイアンツリード。さあ2球目何か、まっすぐでした。146キロというスピード、ツーベースヒットの上川をセカンドに置いています。金山に代わって藤浪です。全部まっすぐ、まっすぐですね。超えとったんですかね。完全に裏をついてきます。どうもちょっと残念だったと、そういうのことを言ってました。そうですか、はい。まあ、本当に中畑のフォアボールがあってその後スミスにホームランを打たれた。ジャイアンツのスミスのホームラン、その辺を振り返ってました宮古。レポートは中京テレビの森金アナウンサーでした。2ストライク1ボールです。中日のブルペンは今市村浜田、そしてジャイアンツの方は香取と角が投げています。順調に来てて、ポンと行かれてよっしゃという時に、この力んだ時に打たれるピッチャーと、笑顔の今夜のように、ね、ピシッとして調子がいい時はね、な的に横行くのは飛びつくもののような感じでやってるんですよね。残念ですね。はい、まあ、こういうようなところですよね。自分のプレーを一つ努力すればね、一つやればこれ何でもなく取れるんですけどね、はい、それが寝てしまうか。ワンエンド2、バッターの矢沢有利なカウントでやります。今日の矢沢3打数ノーヒット、まだ得点差は3点。ここでもし矢沢にホームランが出てもまだ1点あるというそういう状況です。カーブ、はい、自信のある球。矢沢は何を待っているか。ランナースタート打ちました。ホール、2、3、外角まっすぐ打った。これはどうだ。レフトずっと左の方に切れていきます。左にずっと切れた。ファールボール、コースまっすぐですね。まっすぐでも近めバッと投げるんですね。はい、さあ2、3、今度インコース打ちました。ファール、これはファール、ワンアウト1、3塁。1球目ストライク144キロ。外から笑顔の大コール。1球目は144キロ、速球のストライク。2球目、ファール、これも3球目はカーブでした。その意地にかけてもこの試合は勝ちたいところでしょう。江川カーブ、ボール外れました。2エンド2ねえ、はい、でしたら2エンド2からカーブできました。さあゲッツー取れるかどうか。ショートゴロ、セカンド予測、フォースアウト。1塁転送、1塁はどうだ。引き上げた、落とした、はい、こういう、まあ、ホームランも20本以上打っているバッター。ボール打ち上げました。ショートフライ、ショート河野。ほとんど初めてのですね。そうですね、はい、すごい声援です。レフトスタンド、藤尾の大コールが起きてます。代打で起用されまして、ヒットを4本打っています。ライトへのツーベースを狙っていたということなんですが、カーブを打ちました。セカンドゴロ、これがエラーになりました。エラー、ホームラン打ってます。ワンアウトセカンド、4対3、1点差。中日が1点リードされています。143キロの速球はボール、これも140キロにとっては本当にもうグラウンドを見たくないようなそんな心境かもしれません。ノートゥーから3球目カーブできました。ストライク。4球目、江川、山倉のサインを覗き込みます。このカーブギリギリいっぱい、2エンド。外角球、ボール、投げた瞬間ボールと分かると、体のバランスを、そうですね、タオに対して1球目、外角ストライク、144キロ、自分のペースでね、はい、1球目は速球できました。ワンストライクのボール。2球目カーブは外れました。ワンエンドワン、ずっとあの姿勢です。ワンエンドワン、3球目の投球、江川インコースだ、まっすぐ、ボール、145キロはボール、いい風が吹いています。ワンツーから4球目、カーブ打ちました。ファウル、三塁線ファウルです。江川にも意地があります。打ちました。これはどうだ。センター、センター前進、クロバティ前進、クロバティ前進、クロバティ取りました。取った。ゲームセット、ゲームセット、ジャイアンツ勝ちました。4対3。